ございます、今日も頑張って走っていきたいと思います。現在金曜日の8時半ですね。今日の朝一のレッスンはお休みがありまして、休校になりました。ですからミヤモッチも今日は2つ目のレッスンだけになってしまうんですが、まあ、10時ぐらいをめどに、来てくれると思います。で、今日の天気もいいですね。朝から、日差しがきついということは、まあ、1日かけて暑くなるということですね。まあ、今日もね、日焼け止めバッチリに来て走っていきたいと思います。今だいたい学校は中学以上は試験かなんかやってるんですよね。中学校とか高校になってきたらいろんな試験がありますからね、より大変になってきますよね。もう小学校からいろいろ忙しいんで大変ですよね。まあ、今日は、2つ目のレッスンやって、その後プライベートレッスンがあると思いますので、まあ、そのプライベートレッスンやりまして、で作りかけの資料があるんですけども、まあ、それもちょっとやらないといけないですよね。昨日はちょっともう1回休憩するとなかなかよしやろうってことにならないので、もう飯食いながら資料作成しまして、で、まあ、一つねできて、まあ、それをメールで送って、で、まあ、あといろいろパッと見て、あ、こういうふうに書いた方がいいなとか、これが抜けてるなっていうのが多分出てくると思うんで、まあ、それを元にまたね、資料のバージョンアップをしていきたいと思います。まあ、叩き台があった方がね、こう意見言いやすいんで、まあ、あれもあれもって言ってるとどうしたらいいかわからないんで、ある程度ね形を作って送っとけば、まあ、これはどうなんねん、あれはどうなんねんっていう話になって、まあ、それをどんどん付け足していけばいいわけですね。ということで、まあ、とりあえず作ってみて昨日は送りました。いった。マシが入ってるのこれ。で昨日ね、話してた本田圭佑とか古田さんが出てる、まあ、全国大会不要論、まず柔道の世界では、小学生のね全国大会が、まあ、少しずつなくなりかけていると、まあ、それについて、まあ、どうなんだろうというね、競争主義というか資本主義というか、まあ、そういうのを小学校のうちからやってしまうと、まあ、弊害がちょっと多いと、なんかそういう議論をする番組だったんですけども、やっぱ最終的に落ち着いたのは、昨日見たのは前編でその後に後編見たんですけども、落ち着いたのは
なくすんじゃなくて、たくさん作ってチャンスを与えていきましょうと。チャンスがこうもらえるような環境を大人が作っていけばいいんじゃないかというところが落ち着いた点だったと思います。まあそうですよね。まあいろんな問題がある中でこうなくしてしまうっていうのが一番まあ簡単なんですよね。文句も出ないし、ただなくすだけなんで。ただまあそういう考え方だと、例えば騒音問題でも、まあその辺の、公園で子供たちがギャギャ騒いでると、まあ、ギャギャ騒いでるって言ってもそれは鬼ごっこやったりボール遊びしたり、なんかそういう遊んでて声が出るっていうね、まあ、それが騒音になって、まあ、近所の住んでる方が、まあ、それに対して訴えたと、まあ、そしたらどうなるかというと、まあ、その公園が使えなくなるというね、まあ、それをするのは簡単ですよね。なくしてしまえばいいわけですから。ただじゃあそれなくなったら他の子どもたちはどこで一体何をすればいいのかっていうことになるんですよね。ですからなくすんじゃなくて違う場所に増やしていくというね。なんかそういう増やしていくという考え方に変えていった方がいいのかなというのはちょっとまあ見てて思ったんですけども、まあ、最終的にその内容で落ち着きましたね。ですからああいう会になってくると、まあ、サッカー野球で今頑張ってるまあマラソンとか、ね、まあ、メダル金メダルよく取ってる柔道とかそういった分野の話しか入ってこないんで、まあそこにテニスの環境の、まあ、現場で頑張ってるコーチがパッと入ったら、いや全国大会行った時に、まあ、合宿組んで試合には出てないけども、みんなで遠征行ってでそこで、まあ、練習試合組んで練習すれば正式ではないですけども試合はできますよと。で、まあ、自分よりも、まあ、レベルの高いこの試合を見て、まあ、私も俺もいずれああなって頑張ろうみたいな感じにもなるし、いい活動だと思うんですよね。だからそういうチームが全国に行ったらやっぱ 2,3 あるんですよね。声かけ合ってやってるっていうね。だからそういう風にしてやっていけば全国大会に出ればですね、他の地域のまあ同じ年代の子と交流もできますんで、でいつか全国本当の全国大会で会おうみたいなね、まあ、そういうところから競技力も上がってくると思いますんで、まあ、そんな事例もあるということがあれば全国大会はやるべきやなっていうなると思うんですよね。ですからいかにいろんな情報を持ってるかっていうことが大事ですよね。ですから今はまあリモートもあるんで現場に行けなくてもリモートで出演するそういうことだってできるわけですから、まあ、もうちょっとこう幅広い競技の、方がですねああいう場で議論することがいいのかなと。やっぱ偏ってますよね、議論の内容が。まあ、あとはテニスの世界でもね、
結局試合は数人しか出れないけども部員がやっぱり多いと。でもそういったところもそういう交代連だけじゃなくてね、ジョップの大会とか、まあ世界大会とかそういうところに出ていくことも可能ですし、まあ大体やっぱこうスポーツするもしくは勉強するは次のステージのことを考えて取り組んでるわけですから、まあ一番大事なのは今日本では進学ですよね。小学校のうちに中学受験するのってどういう意味があるのかな、それがちょっとよくわからないんですよね。例えばうちの教え子でもなんで近畿高校行ったんかな、近大がつながってるからですかね。でもそれは本人の可能性の限界を作ってしまってますよね。楽させてるんですよね。って考えた場合、小学校から中学校上がる時の受験、これ何のためにするのかなって、楽させるためなんかな。その楽っていうのは一体どの楽なんですかね。まあ高校がつながってるって言ったとしても自分に合ったもっといい高校があるかもしれない。もう道が本当に一本しかありませんよね。ということは一本しか見ない視野の狭い人間に育ってしまう可能性がやっぱり大きいですよね。まあなんかそんなことをね、まあその全国大会に出る出ないの話でもやっぱり考えてしまいます。だから今はそれで楽かもしれないですけど、実は閉ざしてることになるんですよね。もっと他見たら自分に合う高校とか自分に合う大学とかやりたいこととかいっぱいあるんですけども、やっぱその道一本絞ってしまうことでそこしか見なくなるんで、やっぱ逆に成長できないと思うんですよね。成長してるかのような感じなんですけども、実は中身は閉ざされていってるだけなんです。なんかそういう風に考えられへんのかなっていう風にちょっと思いますね。まあ、別に途中でやめて編入とか転学すればいいわけですから、レベルの高い環境を求めて頑張ると、まあそういう考え方で、まあ進学も就職も考えたらいいんじゃないかなと思いますね。だから、まあ、今人数が少ないんで当然ボール打つ回数が多くなったり
そしてまあハードワーカーもねこだわって練習してるんで、やる気スイッチも押しまくってやってるんで、パッと見たらですねめっちゃ馬なってるんですよね。だからどんどん本人もやっぱやる気出てきますよね。でやる気出てきて、もう宿題忘れたら居残りだと。で居残りしたら練習時間が減るやろ。じゃあ練習時間を減らさないためにはどうしたらいいんやと。いや宿題を忘れないことですと。宿題を忘れないためにどうしたらいいんやという努力が始まるわけですよね。工夫とか努力が。ですから今頑張ってる何かを利用して違うことにも頑張ってもらうと、そういう方法があるんですよね。で我々、私たち、僕が今まで見てきた中で数名ですね、やっぱりそのまあ両立を考えずにそっちに絞ってしまったと。でそしたらもう全然成績が伸びないんですよね。相乗効果が発揮しないんですよ。これ人の相乗効果もありますけども、個人の取り組みの相乗効果もあるんで、今のあのフータって子は今までずっと宿題忘れとったんですよね。なんか抜けてると。でそこはやっぱテニス頑張りたいと。テニス頑張るためには練習せなあかん。練習するためにはやっぱこう時間がいる。でその時間を削られてはいけないということは、宿題忘れると居残り補習、そうならないようにするためには頑張って宿題、まずそこからですよ。でできるできないは、まあ、本人の理解もありますけども、やっぱ学校の先生がそこは頑張ってもらって理解できるように。で今は理解するための工夫はですね、世の中にいっぱいありますんで、 YouTube もあるし、なんちゃらサプリもありますし、そういうところで工夫していけばいいんですよね。そしたら勉強も頑張る、テニスも頑張るって一番いい状態だと思うんですよ。例えばリズちゃんはこれからまあ当然試合頑張ってやっていきますと。毎日頑張ってやってます。でフロリダも行くでしょう。で将来も今のところ頑張っていけるとこまでプロ目指してやりたいと。でも念のためにアメリカの大学も視野に入れてやっとけばいいんじゃないかということで、そうしたら まずフロリダ遠征行くのには多少英語を使えた方がいい。これなんでかっていうと、試合中ですね結構外国人ポイントをごまかしてきます。すごいジャッジもですねアバウトなんですね。そんな時に一言二言言わんとずっとその流れでいて損するんですよね。ということはちょっと文句言えるぐらい、今の入ってないかとか、いやこのポイントであなたはこういうミスしたよとか、今は触っておるじゃないですかとか、そういったこと言えないとダメなんですよね。そしたらその勉強すればいいと思うんですよ。そしたら英語の勉強に火がつきますよね。アメリカの大学行こうとなってきたら、よりアメリカの、まあ、英語の勉強しないといけない。そうすると数学の英語の勉強もねちょっとやっぱやっとかないといけない。そしたらまあ最低限英語数学一生懸命やっときや。でも塾なんか行かなくていいよ。 YouTube 見てわからないとこがあったらググって、で
それでも分からなければ、チャット GPT 君にちょっとこう問いさだしてみて、それでも分からなかったら分からないところを先生に聞く。そういう努力ってすごくないですか。でもそれもこれもテニスのためなんですよね。テニスがあるから、もしくは熱中する何かがあるからそれができるんですよね。そうやってレベルを上げていくんですよね。ですから何かを排除するとか何かを取り除いていくっていうのは実はデメリットが多いんですよ。悪影響が多い。それが分からないんですよね。ですから両立させるためには一体どうすればいいか、時間をしっかり考えて、自分でここは集中しないといけないとか、ここでこういう風になったらテニスができない、そうやって考えて努力するから成績が上がったりするんですよね。そういう子は今までいっぱいいました。でも何か一つ絞ってやってしまうと伸びないんですよね。なんでって、余裕があるからです。頑張ってればいいだけなんで、机に向かってたらいいんで、安心するんで。ただテストの点数が下がったらやっぱりテニスができなくなる可能性もある。そしたら1点でも多く取ろうとしませんか。それ相乗効果ですよね。でも勉強だけ集中してやってたらもう何も残らないですよ。机に座って勉強してればいいんですよ。点数が良かろうが悪かろうが関係ないんですよね。悪かったらより勉強するだけです。後ろに時間を持っていけばいいわけですね。11時まで勉強する、12時まで勉強する。でも何かのために頑張るっていうのは限られた時間の中でやらないといけなくなってくるんで、真剣に考えたり真剣に取り組んだりするんですよね。だから今伸び悩んでる子、勉強で伸び悩んでる子は燃えられる何かがないんです。燃えられる何かを作って、それに集中させて、でそれをしたいならこっちもやろうねっていう、そういうやり方じゃないと伸びないんですよね。だから時間は増やしてるのに成績が伸びないっていう、それはもう本当に分かってないということなんですよね。どうやったら、子供たちが成長するか、これはもうまさしく競争原理とか相乗効果なんですよ。それによって子供って成長するのはもう分かってるんで、ね、それをねやっていかないといけないんですよね。というのが、まあ人材育成につながってくるわけですね。で、子育てと人材育成いうのはちょっと違うんですよね、やっぱり。で、やっぱこれはこれまでのいろんな研究の中でも外で学んでくることの方が影響力があるんですよね、子供は。ですから環境選びをしないといけないです。その子供が何を考えているか、その考えに合ってるかどうかね。めっちゃ頑張りたいのに全然頑張ってない、周りがみんな頑張ってない環境に入ったら、それは釣られてしまいますよね。そういう環境を選んであげないとっていう感じなんですよね。あとなんか朝、最近パーソナルジム
まあ、勝手に行って勝手に帰るというか、そういうトレーニング、まあ、ジムもありますし、24時間ね、エニタイムとか、あとは最近なんかコマーシャルで、あれ何ですかね、チョイザップ、チョコザップ、なんかわかんないんですけども、まあとりあえず何も持たないで行っていいと、私服でもスーツでも何でもいいと、行ってまあ入ってパッパッとやって帰るみたいな、まあそういうこととか、それからパーソナル1対1マンツーマンでやる筋トレ、まあ、これがですねえらい問題になってるみたいなんですよ。でその問題になってるのは、とにかくそういうことすると怪我が多いんですよね。すごい肩を痛めたり、腰いわしたり、肉離れを起こしたりしちゃうんですよね。でそれがなんか消費者庁に多くの問い合わせがあって、今全国の、そういうジム、それからパーソナル見直ししないといけないっていう動きがあるみたいなんですよね。でパーソナルのトレーニングって結局資格がないので、いい人に当たればいいんですけども、適当な人っていると思うんですよ、アルバイト でそういう風に当たってしまうと、まあ現場経験もない、知識も浅いで適当なこと言われて怪我するっていうね、なんかそういうことが結構あるみたいですね今で、国が動き出してるみたいな、そういう状況になってるみたいです。それと同じように塾も今マンツーマン指導とか言ってるじゃないですか。でもその指導者って誰だと思います？大学生、それも東大とかそういうのじゃなくて、それで成り立っちゃってるんですよね。じゃあその人に教えてもらって分かることもあります、当然。でもやっぱりプロじゃないんですよね、アルバイトなんで。そういう子にこうお金を使っていくっていう、それはテニスの世界でもありますよね。アルバイトコーチに、まあ、テニスを習う、プロフェッショナルにテニスを習う、まあ、テニスの場合もそんなに資格がなくても口がうまかったらコーチになれるっていうこともありますし、まあ、私もそんな資格はないんですけどね、まあ、実績経験を、まあ、生かしてやってるんで、まあ、人のことは言えないんですけども、だからそういったところに限って、まあ、ミスを起こしたり、まあ、怪我をしたりするんですよね。だからそう考えても、これはちょっとまだ聞いてみないとわからないんですが、だいたい怪我してくる人って外でやっちゃってるんですよね。家の中で怪我したのって、まあ以前ちょっと、イベントやってたミスター K の第2ミスター K2 がですね、まあイベントやったと、で変な教え方したら肘が痛くなったっていう方が数名いましたね。まあ、そんな感じで適当な人ってやっぱそういうミスとかどっかを痛めたりで故障をですね生むんですよね。ですからちゃんとしたところに、まあ学んだ方がいいと思うんですよね。だから我々もまあ、自主練してる時に捻挫した、肩痛いとか手首いわしたみたいな結構やっぱあると思うんですよ。でそれはまあ皆さんにもありますよね。とだからうちはですね、一応ウォーミングアップ体操はないんですけども、ちゃんと最初にですね、もう球出しからゆっくり
始めるんですよね。あれはウォーミングアップなんで、これからテニスやりますよと、こんな感じで体を動かしていきますよ。体を約10分間なじましてるんですよね。でそっからラリーが始まるという、ね、これはただ単に球出しがやりたいからじゃなくて、怪我をしないためにまずウォーミングアップ、球出しゆっくり、こっからフォア打ちますよって。あれいきなりラリーからやってたら怪我するんですよね。体をなじましてるんですよね、あれ。だから本来は、まあ、サーブ練習も形だけですけども、練習やってるのはこれからサーブ行きますよと、脳とか体にですねなじましといたら怪我が少ないのが分かってるんですよね。ですからそれをやる。だからやっぱ我々はプロなんで、どうやったら上手くなるのか、どうやったらジュニアは強くなるのか、ひたすら考えてやってますんで、だからうちでめっちゃ怪我したっていうのはどうなんですかね。まあなんかボール飛来してて、あ、ネットの前のボールを避けようとして捻挫したみたいな人はいたんですけども、まあこけたとしてもそんなに打撲でも歩けませんっていう人がいません。それは何でかというと、あれワックのゲスト側って砂が多いの分かりますかね。あれクッションなんですよね。急に足が止まるような場所でやると捻挫したり痙攣起こしたりする、あの肉離れ起こしたりするんで、あえて砂を入れることによって滑ったり、あとクッションを作ったりしてるんですよね。ですから全てあの意味があるっていう。でそれはなんでそんなことができるかって、プロなんですよ、考えてるんで。だから外でねやってる時に限ってその怪我が多いっていうのは、やっぱこう気をつけてやってないことがあると思うんですよね。でやっぱ万が一怪我した時、例えばすっごい捻挫した人もいます。でも対処方法が分かってるし、その対処方法は優れてるのですぐ復帰できるんですよ。だからやっぱまあ他の、まあ、痛くて肩が痛いんでとかっていう、まあ、それもやめれば治るっていうもんじゃなくて、やっぱやりながら治す方法だってやっぱあるんですよね。でもまあそれは一般のゲストの方々にはね、あの無理はできない、無理は言えないので、分かりましたっていう感じなんですけど、ジュニアに関してはもう一切休ませないです。やりながら、それで壊れた選手一人もいないですね。今も13年もしくは20年やってますけどね。さあ今日のパワースポットマウンテンはいい感じですね。ちょっと白がかってますけど、またなんか空気が悪いんですかね。リバーの方も水域は低くて穏やかです。まあ喋ってるとあっという間にね
この辺まで来てしまいます。どうなんですかね、ジム、あのライズアップの、そのコマーシャルやってるやつ、スーツ姿で行ってとか、普通にパーッとフラッと入ってって、買い物の帰りに私服でパーッと入ってトレーニングするっていう、その方が余計危ないと思うんですよね。やっぱりあの体とか脳って微妙に反応していくんで、スーツ着てやるっていうのは怪我のもとやと思うんですよね。やっぱちゃんとトレーニングウェアに着替えて、これから体動かしますよと、トレーニングやるんですよという気持ちを持ってやんないと絶対怪我につながると思うんですよね。で、筋肉に意識がいかないでスーツが破れないようにとか汚れないようにみたいな、そこに気を使ってやってたら当然違う動かし方になってどっかを痛めてしまうことだってやっぱあると思うんですよね。ですからやっぱりこうちゃんとした、ところでちゃんとした内容で、ちゃんとした、ことをですね取り組んでいかないといけないということなんですよね。だからレッスンのああいう内容に関してはもう本当に考えてやってるんで、まあ信頼もらって来てる人はねたくさんいらっしゃるんでそれでいいと思うんですけども、よし、今日は、まあ、暑いか、ジメジメしてるか、はあ、今日もまず一つ目の用事が終わりました。あとは、ここから着替えてちょっと席ついて資料を目通してレッスンやって、プライベートレッスンやった後買い出し行ってご飯食べて、でちょっと休憩してから、怪我をしないようにバーベル系チューブやって、でまたちょっと休憩してから資料に目通して、夕方ジュニア強化ね、これもきっちり、プロの指導者として頑張っていきたいなと思います。まあ、当たり前ですけど汗がやばいですよ、大変。ウィンブルドンどうですかね。女子は一応応援してるのはね、いばきな優勝すると思うのは、その伊賀って子ですね。
着替えてね、いつもね洗濯してるんですよね。で乾かしと洗濯して外に出しておけば1時間で乾くんで、今、まあ、その繰り返しです。ということで今日も一日頑張りたいと思います。それでは。